皆さんこんにちは。今日はペットボックス茶炭店でハムスターの1日の行動っていうのを、ご紹介させてもらいます。でこちら1日の行動を円グラフにしてみたんですけれども、ハムスターちゃんってまず夜行性なんですよ。なんで夜に動きます。だいたいこのお店とかに行った時にハムスターちゃん寝ててつまんないって思うと思うんですけど、それが当たり前。9時ぐらいから夜9時までだいたい寝てます。お店の子は4時ぐらいにご飯をあげるのでこの時間は活発です。なのでもし動いてるのを見たかったら4時ぐらいに来てもらうと一番見えます。で大事なのはこの9時からの活動時間、この活動時間に本当は巣作りだったり穴掘りでカジカジで一番大事なご飯を探すっていう行動をやります。なのでこの時間にちゃんとこういった活動ができるようなものを入れてあげないと、ハムちゃんで結局ご飯を食べ終わったらまた寝てしまう、ずっと寝てしまうと結局一日中寝てしまう。それって肥満の原因になるし、肥満だけじゃなくて暇すぎて運動不足によって指を噛んでしまうであったりとか、ずっとゲージの隅っこをはじってるとか、あまりよろしくない問題行動っていうのが起きやすくなるので、しっかりハムちゃんの行動が取れるのか、これを飼い主さんっていうのは考えてゲージの中身を作ってあげてください。お店の方で販売しているものでいくと、果物の木とかを入れてあげると木の皮の内側ってとっても甘いんですよ。なんでそれを食べたくてずっとカジカジをしてしまう。ハムスターちゃんの巣の作るもの、巣作りですね、こういったものを入れてあげると本当にご飯をあげた時より喜びます。ずっと一心不乱に巣を作ってだいたい1日経つとお家が完成してます。でこういった商品っていうのもいっぱい発売されてますので、お客様がもし来られた際にはペットボックスの方でそういったご案内をさせてもらってます。